やば、俺不審者みたいになってるやん。はい、沖縄に到着しました。今那覇にいるんですけど、あんまり那覇で用事はなくて、本当にスケートパークちょっと行ってご飯食べようかなぐらいです。那覇の後は離島に2日間行って、ちょっと離島で過ごしたいと思います。はい、沖縄のスケートパークに来ました。ちょっとここで軽く滑っていきます。はい、動画の途中ですが、今回もこの動画のスポンサーであるビーツバイドレのビーツフレックスという商品を少し紹介したいと思います。前回は音質について話したんですけど、今回は充電面の魅力について話したいと思います。このイヤホンは1回の充電で最大12時間再生することができます。さらにファストフューオーという機能があって、10分の充電で1時間半再生することができます。なのでバッテリーがなかってもすぐに音楽を聴き続けることができます。以上です。では本編をどうぞ。岩沢の湾曲レールチャレンジ。まずはボードサイドやります。いや多分ね、そのスピードが危ないよね。一回素人のおじさんがやるとどうなるかやってみる。一回ケン君やってもらいましょう。あ、怖っ。あ、ごめん、ちょっとそこだけ。いいよ。ちょっと待って。ちょっと待って、大丈夫そうですか。あ、ごめんな。あ、待って、俺いけるわ。ケン君バカかぶった。絶対肘やばい、今の痛いよ今の。見てなかった俺、何が起きたん。モンゴルの肘ぶつけてた。ちょっと一回いた、おじさん一回スケボー置く。大丈夫ですか。大丈夫だけどさ、最後なんか超トゥルンって言ったんだけど。いけるじゃん。耐えれなくね、最後まで。いや、スピードでごまかすしかないし。すごい回ちょっと翼さんも耐えられなかった。耐えれない。まだいってるな。え、いや、ちょっと待って、なんか見えた。え、なんか見えたんですけど。なんか現れた。ちょっとこのレール入れたいんですけど、ボードスライド。ちょっと仙人にボードスライドに教えてもらいます。3連ちゃん来た。めっちゃ耐えたよ今。ちょっと耐えた。師匠が来て無事みんなメイクできました。最初の目標だった50をやります。今日の目標50なんで、うん、俺は目標50、本命50なんで。遠心力に負けるねんけど。師匠いいだろ。1000人にやってもらいます。あら、お上手です。今の気持ちいいな。その先ぞ1回ろ。
場所、全裸場所だったね。どういうこと？いや絶対ミスじゃん。カラー。ハイジ。カラー。ハイジそんなとこ行ったら危ないからねよ。まだまだ修行が足りないよ。ちょっと待って、もう一回だけやらせてくれよ。旅行練習。クララが立った。乳首が立った。はい、ということで1日那覇で過ごしたんですけど、これから離島に行きたいと思います。今回は渡嘉敷島っていう島に行きます。で、そこの島にちょっとスケボーする場所あるか分かんないんですけど、まああれば適当に滑ったりして動画回していきます。ではレッツゴー。到着しました。ボン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 。すいません、ヘン君。そしてあそこに変な人が一人。ケヤキギャン、ギャングスター。釣り具を借りたんでちょっと釣りします。まあ、来たんでちょっとスケボーでダイブします。滑る。では行きましょう。以上、ダイブインセッションでした。はい、って感じで今回は本島に1日と渡嘉敷島っていう離島に2日間滞在しました。今回はガチスケボーっていうよりは結構観光で来たんで、割と有名な動画になってると思います。まあ、たまにはこんな感じの動画も作ります。今回もしいいと思ったら、高評価、コメントとあと登録お願いします。で、僕オンラインサロンもやってるので、結構スケボーの業界とか興味ある方はチェックしてみてください。で、ライトイペでプライベートレッスンもやってるので、それもぜひチェックしてみてください。ではまた来週会いましょう。 See you。 はい、また登場しました。今回もご視聴ありがとうございます。ビーズフレックスについての詳細は概要欄に貼ってるので、もしよかったらチェックしてみてください。では See you。
ちなみに今回日焼け止め塗ったんですけど、背中塗るの忘れててくっそ焼けました。